皆さんこんにちは。クリスチャンのライフスタイルや神様との出会いを聞いていくクリスチャンインタビュー、今回は牧師の大島先生にインタビューさせていただきたいと思います。先生は長年にわたって主に学生に神様のことを伝える働きをしてきた先生です。私たちの世代から見ると全国的に最も活躍されている牧師先生の一人なんですね。それでは大島先生よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。大島重則です。はい、先生について一つちょっと印象深い思い出がありまして、うん、私学生の時に、うん、多分一度ぐらいしか先生と直接お話しする機会ってなかったと思うんですけど、どこで会ったっけ。先生大学に一回来てくださって、行った訪問してくださって、うん、そこでなんかピザパーティーみたいなしたんですけど、やったはい、そこに先生、あそこいたんだ。実はいたんです。あ、そうか。そうなんです。なんですけど、なのでそんなに関わりって深くなかったんですけど、その一回ぐらいだったんですけど、はい、結構村田先生尖ってるからさ、なんか、なんだよお前みたいな感じで俺のことを見てた時あったよね。いや先生、それは誤解ですって。それは誤解ですね。いやいやいや、という感じの、俺、記憶はどっかにあんのよ。あ、そうなんですか。誰かに紹介されたのか、春のキャンプとか夏のキャンプ忙しいから、はい、KGK とか俺やってらんないんすよ、みたいな、感じのことを言ってる、光景は覚えてんだよね。それが、ピースでのことか、はいはい。そうなんですね。はい。なんですけど、うん、その5年後ぐらいに、うん、イベントで先生にばったりお会いしたんですよね。うん、おうおう。そしたら先生、うん、おー、コーキーって言ったんですよね。おうん。で、それはね、だから俺が、はい、そのピザパーティーか何かで紹介された時に、はいはい、この村田光輝っていうのがいいんですよって言って、紹介されたからだよね。いや俺名前は完璧に覚えてたもん。いや、それに僕本当に感動しちゃって、うん、だって先生実際、年間、うん、多分、本当に1000人超える数とあって、今まで会ってきた学生なんて万超えるんじゃないですか。なんかわかんないけど超えるだろうね、多分ね。それはね、20年やってるからね。いや、その中で、そんなちょっとしか関わってない学生の僕の一人のことを覚えててくださって、名前も呼んでくださるって、もうなんか、イエスさを感じたんですよね。本当じゃないよ。それはね、多分ね、初対面がなんか尖ってるから、はぁみたいな顔してたから、でも、こいつ見どころあるんすよ、いやいやいやみたいなことを誰かが紹介してくれたから、はい、いや、一緒の KGK やれたらいいなって思ってた、俺の記憶とお祈りが村田光輝という名前を僕の脳内に焼き付けたんじゃない。いやー、そういうことだったんですか。いやー。いや、そうだと思うよ。だって俺だって全員の名前覚えてるかって言ったらそんな難しいもんね。いやー、そうですか。いやー、とにかく嬉しくて、で、うんうん、まあ、そしてまたさらに10年ぐらい経って、こうやって先生にご協力いただけること、うん、本当に感謝しています。いやいや、こちらこそです。いいよね、ラップとかね。かっこいいよ、ほんと。いや、そうですか。うん、いや、先生にね、やりたい俺も、そう言っていただけるなんて本当に感謝なんですけど。うん、はい。いやいや。一緒に今度さ、じゃあラップもやりましょう。そうだね。ちょっとやらしてよ。本当ですか。ああ。いやいやいや、先生、ほんとどこまでも柔軟です。MV とか PV 撮らして、はい、もう喜んで、もう、先生のダンディーさを引き出す PV をぜひ撮らせてください。はい。というわけで、はい、うん、まあ、このコーナーではもう、ギュッと質問を絞って、救われたきっかけと、うん、救われた後、イエス様と出会った後、どう変えられたかっていうところに絞ってるんですけども、うん、早速お聞きしていきたいと思います。そうね。はい。僕は僕の母親がクリスチャンで、はい、
京都の福知山っていう田舎で生まれて、もう山と川と田んぼの中に囲まれて育ったんだけど、まあうちの袋がこのイエス様のことだけは私の子供に伝えなあかんって思って、まあ親父はクリスチャンじゃなかったし、おじいちゃんおばあちゃんもそうじゃなかったけど、まあお袋は一生懸命俺をたち姉ちゃん妹含めて教会連れてってくれたんだよね。で、まあなんとなく神様いんのかなと思いながら育って、まあしかし中学ぐらいになった時に、まあ中3で高校受験を迎えた時に、まあ受験勉強してるとお袋が、しげのり勉強してるかって言ってきて、おんしてるよ、あんたな神様に委ねたら最善の道を与えてくれるでみたいなこと言ってきて、あそうっすか、はいわかりましたつって、姉ちゃんとかもおー神様にお委ねしやとか言ってきて、ああそうですかはいはいつって、教会行ったら教会のおばちゃんたちが、しげちゃん神様やでみたいなこと言ってきて、だんだん腹が立ってきたんだよね。で、神に委ねて落ちたらどうすんだよって俺は思ったし、でまあそんな思いで聖書読んでたら、初めに神が天と地を作ったつって、アホかと、聖書にはビッグバン、あ違う、教科書にはビッグバンって書いてあるやないかと。で、処女が身ごもった。んなことあるかいと思って、だんだん聖書のことが疑わしくなってきたんだよね。で、このまま教会行ってたら騙されるなと思って、俺教会行くのをきれいにやめて。で、まあ、俺が行ってた中学校っていうのが、まあ、ヤンキー中学校で、まあ、ヤンキー中学校っていう中学校あるわけじゃないけど、まあ、ヤンキーが非常に集まりやすい学区の中学校で、そしてヤンキーの溜まり場がバスケ部で、そして俺はバスケ部のキャプテンだったんだよね。で、まあその頃の俺の中学校の時の夢っていうのは、隣の中学校の体育祭を潰すとかですね、まあそういう野望を抱きながら学校に行きながら、まあでも俺は嫌なヤンキーで、まあ家帰ったら勉強してたのよ。でどうしても入りたい学校が、高校があったから。で俺のおばちゃんが全然勉強しなくって、いや俺中間テスト12点やったわとか言って、でいやいや俺もあかんかったで、え、しげ何倍や言えや、94とかいうタイプだった。なるほど。つまり勉強したら偏差値は上がったんですよ。で喧嘩が強かったら人はついてきたわけ。なるほど。だから結局神に委ねるんじゃなくって俺の実力だろうと思ってた。で、受験の当日を迎えて、中学の先生も大島やったら受かるやろ、ですよね、とか言いながら。で、その受験の答案書き上げて、さすが俺って思いながら家帰ってきて。でもその日の夜に受験の回答速報が出て、自己採点してると、とてつもないミスをしたことに気がついた。で、うわ、落ちたと思って、で、もう落ち込んで部屋の電気消してベッドの上体育座りで、BGM は尾崎豊みたいな。で、まあそういう中で次の日朝起きると、俺の机の上に一通の手紙が置いてあって、で、その手紙はお袋からの手紙だったの。で、変な手紙で、まあお袋の言葉は一切書いてなくて、聖書の言葉だけが書いてあった。で、一番最初は義人はいない、一人もいないって始まって、彼らは神を知っていながらいないものとしって続いていって、で、その手紙には、罪から来る報酬は死ですって書いてあって、ふざけんなよと、励ませとか思ってたけど。落ちた時に。でも、そうそうそう。で、それの手紙の中にこう書いてあったのね。私は自分のしたいと思う善、良いことを行うことができず、かえってしたくない悪を行っている。それはもはや私ではなく私のうちに住む罪だって書いてあった。で、私は自分のしたい善、やりたい善良いことをしたいんだけどもすることができない。でもかえってしたくない悪を行っちゃう。いや、これ俺の姿だなと思ったのよ。俺は自分の母親にうるせえばばっつって言いたくて言ってたのかっつって。本当はお母さんごめんなさいって謝りたい。喧嘩だってしたくてしてたのか。本当は怖かったの。ビビってたから。あんだとか言いながら、もう殴らんといて、殴らんといてって思ってたの。結局、自分はしたいと思うことをすることができず、かえっていつもしたくないこと、しちゃいけないこと、そっちばっかりやってしまう。それは、
私のうちに住む罪だっていう言葉を聞いた時に、うん、あ、聖書って俺のこと知ってんのかと思ったのよね。で、俺はそれまで聖書っていうのは、まあなんとなく神様ここら辺にいます。そして、なんとなく聖書みたいなものがあったら、宗教できるだろうと思ってた。で、なんだったら俺が聖書書いてやろうかぐらい思ってた。なるほど。でも、この聖書っていうのは、俺が書けるようなもんじゃないっていうか。で、その時に教会学校の子供の時に覚えた暗唱聖句、思い出したんだよね、はい、覚えた聖書の言葉、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、うん、あ、神様は俺のこと愛してるって言うんだ、うん、俺はね、聖書を読ん、そのお袋の手紙を見ながら、うん、あ、自分が罪人だっていうことを聖書が言ってることを聞いた時にね、うん、少しほっとしたのよね。あ、この神様の前では、うん、俺が罪人だってことはもうバレてんだな。なるほど。で、いい人のふりしたって、うん、この神様の前ではバレてんだなと思ったら、ほっとしたのよ、うん。なるほど。そしてその上に、バレてる上に愛してるって言ってくれんだ。うん、と思った時に、うん、なんだか、俺一人で部屋に行ってその手紙読んでるだけなのにポロポロ涙が出てきて、うん、で生まれて初めて真剣にお祈りしようと思ったんだよね、うん、で、神様、あ、まだあなたが本当にいるかどうかは俺にはわからんけど、うん、試しに信じます、うん、よろしくっていうのが中3の、うん、僕がイエス様を信じた時のお祈りなんだよね。俺がイエス様を信じるってい う経験かな。なるほど。中3の時にそういう体験があったわけですね、うん、はい、うん、でもそこからクリスチャン生活かなり長いと思うんですけど、ずっとクリスチャン生活ってまあ変えられ続けてその恵みを味わっていくものだと思うんですけど、うん、クリスチャンになってよかったと思いますかっていうか。あ、思うよ。はいはい。思うよ。もうそれはもうイエス様出会って、いや、俺が神だったら俺のこと救わないよね。うん、イエス様信じますっつっても、うっそーとか言って、すぐ同じ罪を犯すし、もうやめます、この罪を悔い改めてやめますって言ったけど、もう無理っつってすぐにやるじゃん。うん、俺が神だったらこいつ何回やんだよ、口ばっかだなって思う、うんうん、でも俺が俺のことを許せなかったとしても、うん、神は俺を許すんだっつって、うん、イエス様の十字架っていうのは、うん、俺が自分を許せるかどうかじゃなくって、うん、もっとでかい、うんうん、でもっとすげえっていうことを知り続けていった中で、うん、だからクリスチャン生活長くなるとさ、何の罪も犯さないなんかいいクリスチャンになっていくっていうよりは、うん、15歳の時の俺は罪がこんだけ分かった、うん、でも18歳の俺はもっと罪深いってことが分かる、うん、22、3、えぐい自分に出会う、うん、30代えげつないよね、もう40代、うん、もうダメだなと思う。でも罪が分かれば分かるほど、うん、こんな罪人の俺を救ったんだっていう、うん、この救いのでかさがもっともっと分かっていくっていうか、だから俺はクリスチャン長くっつっても続けてきた中で、うん、全然いいクリスチャンなんだけど、それでもイエス様が俺を愛してくれた愛のでかさは、うん、もっともっと知ってこれたっていうのが、僕はクリスチャンになってよかったなと思うし、うん、イエス様と歩いてきてよかったなと思うし、うん、これからもイエス様と生きていきたいな、うん、そしてそのことをなんかね、この番組見てくれてる人にも知ってほしいな、うん、そう思ってるんですよね。なるほど。クリスチャン生活ってそういうものだったんですねっていうか、そう改めて、そうじゃない？そうですね、うんうん、だって村田先生だってやらかしてるでしょいっぱいね
いや、本当ですよ。ああ、牧師っぽい顔だけは上手くなんだけど。ああ。いや、大した牧師じゃないのにさ。いや、本当ですよね。ああ、うん、いい牧師の振りだけ上手くなるっていうのはさ、やっぱり恥ずかしいよね。恥ずかしいですよ、本当に。ああ、うん、でもその恥ずかしい自分を超えて愛してくれてるイエス様にもうついていく、拾ってくれたんだから、うん、この愛には応えていきたい、うん、イエス様だけは裏切れねえなっていう思いがあるっていうのが、クリスチャン続けられているっていうか、続けさせてもらってる一番の理由じゃない？本当にそうですね、うん、なんかそれを気づかされ続けていくんですけど、また今日大島先生の言葉でガツンとなんか落とし込まれた感じです、ね、まあそんなもんだよね。そうですね、うん、だからこの番組見ててさ、はい、ノンクリス、はい、クリスチャンじゃない人が見ててさ、クリスチャンっていうのはいい人っぽく見えてね、はい、いい人にならなきゃクリスチャンになれないとか思ってたら、いやそんなことないんだと、うん、うん、まあちょっといい人っぽく見える人はいるかもしれないけど、いやもう実際大したことないっていうか、はい、うん、そういうところを拾ってくれたイエス様に出会って、うん、今こんな感じなんだよ、だからぜひあなたも胸張ってクリスチャンなりに来てっていうか、うん、イエス様信頼してほしいなと思う。本当その通りですね、うん、ということで先生ありがとうございました。はい、はい、はいはい、じゃあねー。はーい、またありがとうございます。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。続けて興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまたー。